はい、じゃあ、いっちゃんねんねっちゃんです。今日はですね、クッキングプロで、牛タンのね、カレーをね、作っていきたいなと思います。牛タンなんですけど、こちらですね、こちら。この、ぶっといやつで、はい。この間のぶっといやつと、あと、この、何ですか、エルンテフェストっていう、岩手の有名なウィンナーを入れております。あと、じゃがいもとネギと、人参っていう形で、ちょっとね、玉ねぎがね、なかったんですけど、まあ、今回はね、ちょっと玉ねぎなしでね、いきたいなと思います。はい。で、作り方は非常に簡単です。この中にね、こうやってドカンとこう、マシッと入れて、ですね、はい、こちらアルゼンチンのね、エビちゃんをですね、アルゼンチンバックブローカーみたいな感じで入れていきます。すいません。次ですね、この、カットぶなし飯。っていうやつをですね、今から入れていきます。これはね、もうほんと目分量ですね。まあこんな感じで、入れていきます。ちょっとね、余ったお肉ちゃんがあるんで、まあ余ったお肉ちゃんはね、結構重要なんでね、これは片小肉味付け肉若鶏ですね、はい、味付け肉も事前にちょっと入れちゃおうかなとね、入れておきます。で、もう一つね、これね、ちょっと入れちゃおうかなと思ってるんですよね。この鶏ももも、この中に入れちゃったらやばいかな。どうだろう、これをドガンって入れたらちょっとやりすぎかな。どう思います、これ。じゃあ、ということで、リスナーさんの、おすすめということで、ね、こちらのね、鶏のブロックですね、オモブロックをガッツリとこんな感じで入れていきます。よいしょ、こんな感じですかね。ね、お水をね、入れます。お水をシャーと入れてね、こうやって500ミリ。この時点でちょっとさ、水かさが500ミリ、本当は全部で1400入れなくちゃいけないんですけど、これもう500で限界のような気がするな、これ。あ、500じゃない、1000 で、で一応マックスまでね、いけるんで、ここがマックスなんですね。ちょっと見えないですけどね、これ、ここマックスなんで、ここまでいけんのかなって。あ、まあ1000だね、1000ちょっとで、まああとは野菜の汁とかが入ってくるから、まあこれがちょっとね、おそらくね、限界かと思いますんで、本当は1400ミリ入るんですけど、1000でちょっとね、 1000cc で、手を打とうかなと思います。はい、で早速こちらの、鍋でですね、ガチャンと入れてですね、スイッチオンしていきたいなと思います。はい、じゃあですね、こちら、スープモードで、スタートでございますね。これであとはカレーができるのを待つだけでございます。はい、じゃあその間にですね、こちら淡麗の、極上淡麗で、極上なところに行こうかなと思います。今までありがとう、うん、いやいや、圧力鍋で死なないから大丈夫やられないから。これね、淡麗って初めて飲むんだよね。いつもね、このビールでね、飲んでるけど、これもね、美味しいよって言われたんで、じゃあこれ、淡麗の発泡酒なんですけど、いただきたいと思います。お疲れ様でございます。いただきます。あー、すっごい胸にくる、これ。そうだね、でも軽く感じるっていうのはあるけど、意外とそんなにね、なんだろう、ビールとすごいね、めっちゃ、まあ大差はあるけど、まあ全然美味しいね、これね。1本120円だったから、ペットボトルより安いよね。意外といけるな、これ。うん、出汁がけの頃はちょっとって感じだったけど、美味しくなった。そう、美味しくなってるよね。出した時は美味しくなかったんだ、そんなに。でも結構美味しいな、これ。ちょっとリキュールはね、やっぱ苦手なんですけど、この発泡酒はいいかもしれない。この間のあの淡麗のね、緑のグリーンラベルも良かったけど、今度この極上生ってやつは、これも結構美味しいな。あとね、ブルーのやつもあるんだけど、ブルーのやつもね、ちょっとね、飲んでみようかなと思いますね。じゃあそのね、このカレーできるまでちょっと、何してようかなって感じですよね、これね。じゃあ早速ですね、こちら牛タンカレープラス、まあ残りのものという形でいろいろバシバシ入れてみましたけど、これがどうなってるかですね、ちょっと入れてみましょう。ちょっとお水がね、 1000ml と非常に少ないお水なんですけど、どうなのか。じゃあオープンツアー雑食カレー、おー、あっちし、
あ、いいんじゃない、これ、ほら、これいい感じじゃない、これ。ちょっとで、ここでですね、ここでちょっと5分間ね、カレーというかこれ鍋だな、鍋里中吉田さん。まあ、それもな、あれだけど。じゃあちょっと、ここでね、炒め、煮込みボタンを押してですね、ここでカレー茶をですね、入れていきます。で、今回カレー茶はね、このゴールデンカレーをね、入れます。なんかちょっとシチューっぽくなっちゃってるかもしれないけど、ね、でちょっとカレー茶をね、入れていきたいなと思いますね。で、これね、なんかリスターさん、うん、すぐ金って金ってゴールデン大好きなのかな、これ。ちょっとこれをね、あの細かくやってこう潰してね、その後にあの溶かした方が、あの溶きやすいっていうことなんで、もうめっちゃこのまんま、いやダメでしょそれ。でもこれぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思いますよ。ちょっと400ミリだっけ、うん、いやちょっと水足んないけど、まあ、野菜のお水でね、なんとかなってますからね。はい、ということで、こちらのやつで粉々に砕けたですね。あ、でももう色がさ、もうすごい黄金水的な感じになってるよ、これ。片栗粉でとろみつけよう。いや、片栗粉、いや大丈夫だって、もうこれでとろみつくから、これとろみは確実に、とろみはあのつきます、これで、うん、じゃあこの粉々になったカレーをですね、すごいことになってるんだけどね、スプーンでジュクジュク溶かしていこうか。カチカチやな。カチカチやし、あ、ちょっと、あ、ちょっと下に行っちゃった。あれ、こんな感じでね、こういう風に、溶かしていくという感じでね、まあ、しばらくこの構造を。続けていきます。うまいこと出るよ。あのでっかいブロックもね、もうホロホロお肉になっております、これ。もうスプーンでちぎれちゃうぐらいの、うん、良いお肉に仕上がっております、これ。この分厚いやつもホロホロ見て、もうホロホロ感が。そういや、人中の味噌南蛮マジで肉と魚に合いすぎてたまらんのだが、と里中吉田さん、うん、やす、あ、何、魚にも合うの、あれ人中のやつって。それではですね、ちょっといちゃいましょう。まずは牛タンちゃんは、でっかい牛タンちゃん、でっかい牛タンちゃん、こんなにちっちゃくなっちゃいましたね、これ。これですね、でっかい牛タンちゃん、うん、これが牛タンでございます。さっきより明らかにちっちゃいな、うん、で鶏肉入れて、でさっきのあのエビちゃんですよね、あ、ウィンナーもありましたね、ウィンナーと、あとどうやって食べようかなんて後から思ったら、でっかい牛タンです、ね、いやこれね、かぶりつきましたね、この間ね、うん、さあこのエビちゃんです、どうしたらいいかわかんないエビちゃん、はい、こんな感じでございますね。いただいちゃいましょうか、淡麗の、うん、淡麗のプラチナダブルっていうやつですね、こう初めて飲みますけれども、キンキンに冷えたグラスで、じゃあこちら、じゃあまずは一杯いただきます。あー、お疲れ様です。あ、これちょっとなんか全然違うな、これ。え、味が全然違う。こっちはちょっと苦味が強いのかな。普通のとどっちがいい。いや、普通のがいいな。これよりも緑か金がいいかもしれない。ちょっと苦味強めだね。じゃあ早速ですね、こちらいただきたいなと思います。じゃあまずこのね、圧力鍋で、これ見やすさよりも口当たり重視なのかな、これね、うん、じゃあまず普通の、状態のカレーを、ね、いただきたいと思います。いただきます。あー、うまい。日本のビールぐらいだよ、喉越し重視しとるの、あと
と仲良くなる。あ、そういうことなの。まあでもあんまりビールってね、喉越し、あの、あんまり冷やしたり飲まない、冷やして飲まないもんね、外国の人とか。日本は極端に熱いものを冷たいものを好むよね。これでも美味しいよ。ああ、いい。本当は水を 1400ml 入れるのに、うん、でも野菜とこのね、エビとかのものが水分がバッて入っちゃってるから、もうちょうどいい水の塩梅になっておりますね。これ素晴らしいよ。じゃあちょっとウィンナーちゃんいっちゃうかな。ウィンナーちゃん、これ圧力ウィンナーでちょっといただきます。圧力ウィンナーいただきます。あ、うまい。これうまい、めっちゃうまい。うん、もうウィンナーのこれボイルもいいんじゃないかな。圧力鍋でウィンナーの中は柔らかい、パリッとしてる感はないんだけど、中にのあの油のジューシーさが炭火で焼くよりもさらにジューシーさが出てる。これ、うん、美味しいウィンナーだとボイルいいよね。ボイルいいね、これめっちゃうまいぞ。これ正解だ。いや、問題はこれちょっとエビちゃんだよね、これエビちゃん。うん、もっと中の人にもっと美味しい料理方法を知ってほしいなと、うん、中の人ってね、中で。これちょっとエビちゃんちょっといっちゃいましょうか。ちょっとここの部分から尻尾からいっちゃおう。柔らかくなってんのかな、エビちゃんも。いただきます。あ、俺は焼くよりボイル派で、つよあとツイッターさん、うん、セワタトがなかったの、あと里中吉田さん、うん、めっちゃ柔らかい。なんか不思議な感じがする。ちょっと背わた取ってないですけど、これえ、なんだろう、これなんて言えばいいんだろう。もう殻もすごく柔らかくなっちゃってるね。パリパリ感が一切ない。なんで染み込んだ感じだね、カレーに。衣のないみたいな感じか、うん、衣のない、そうそうそう、いう感じだね。なんか味が染み込んでるね、これ本当にお肉の味が、うん、うまいこと融合しております、うん、じゃあこれですよ、牛タンちゃん。衣といえばウィンナーフライも意外といけるW、うん、ウィンナーフライ、あ、うまそうだね、ウィンナーフライ。これスプーンでさ、あの、切れんのかな、これちょっとやってみようか。開けましょう。あんだけさ、太かったやつ、あー、すごい、あっという間、あっという間ですよ、これ牛タンカレー。あっという間で牛タンがスプーンで切れちゃいました。あんだけこうやってうんうんやってたの、こうやって、うん、すごいね、これ。あんだけ手でうんうんうんやってたのに、これは確実に火は通ってますね、これ。安心材料ですね。じゃあいただきます。え、なにこれ、え、あ、直見さん、え、ちょっと待って、全然牛タン感がない。これ先ほど食べてみるわ。うまそう、腹減ってきた、うん、ツイッターさん、カレーからですか、うん、カレーです、これはカレーで。いや、これ牛タン、え、これ牛タン感が全くないんだけど、ただほんのり牛タンの味がする。だけどそこにちょっと海鮮の味が出てるから、うん、全然違う味がする、これ。でも美味しいわ、これ。ご飯は、ご飯これ、こちら入ってます、ご飯。サルサソースチョイスもいいっすね、うん、あとツイッターさん、サルサソースとか、え、めっちゃうまいじゃんこれ。え、つうか牛タンブロックをここに継ぎ足した方が良かったのかもしれない、あのブロックをドンって。あ、これ次回ちょっとチャレンジしよう、これ牛タンブロックのでかいやつをトンってここにさ、コンって乗せたいね、これ。いや、これはね、うまいわ。味がね、なんだろう、これブロックあるの、いや、ブロックね、ないのよ、それが食べちゃったから。うん、うん、最初からこっちにぶち込むなら 300g ぐらいがいいね、あと里中吉田さん、うん、こっちにぶち込んどけばよかった。いや、うまい、これ牛タン。入りきらんは W、うん、あと里中吉田さん、確かにな、これ楽天で買うの、うん、楽天で買っちゃおうか、これ。いや、うまっ、これ牛タンのさ、本来のこの、なんていうんですかね、油、なんか繊維コリコリしたいものはね、ね、ちょこっと残ってるんですけど、楽天
ちょこっと残ってるんですけど、なんだろう、牛タンの旨味がね、ギュッとね、濃縮された感じだね、これ、うん、口に広がる牛タンの旨味しか残ってない。うん、これは正解。うん、めっちゃうまい。うん、はい、ということでですね、クッキングプロで、牛タンカレー大成功でございます。よかったらね、ちょっとやってみてください。まあ、キノコもね、いい味出してたから、うん、うまくできたと思います。皆さん真似してみてください。